こんにちは。マイマイな古塚達夫です。さて今日は192ページです。に、新しい時代の序曲。ここから読んでいきたいと思います。ペリーはなぜ琉球にやってきたのか。アメリカの東洋進出。アメリカは19世紀になると北太平洋で操業していた捕鯨船や中国貿易のために太平洋を航行していた船舶の寄港地として日本に着目した。1846年、まず東インド艦隊司令長官ビッドルを日本に派遣して開国を要求したが、幕府はこれを拒絶した。その後アメリカはメキシコから獲得したカリフォルニアで金鉱が発見され、太平洋岸が急速に開拓されると、以前にも増して日本の開国を望むようになった。1853年、アメリカ政府は東インド艦隊司令長官ペリー、1794年から1858年を改めて日本に派遣した。ペリーの来航。1853年5月、ペリーは日本との交渉の前に琉球に来航した。アメリカは琉球が日本の支配下にあることを十分に察知していて、日本との交渉が失敗した場合は琉球を占領する計画であった。そのことによって急亡した琉球の農民を薩摩の支配下から解放し、アメリカの経済力で生活を向上させることができるとさえ考えていた。ペリー艦隊が那覇に入港すると、琉球は彼らの要求を拒絶するための工作として、摩文仁アジを総理官という架空の職に任じて交渉に当たらせた。通訳は英語の知識も兼ね備えていた至らしき里主ペーチン、1818年から62年、後の牧師長中であった。摩文仁は和親通商を求めるアメリカに対し、例によって琉球が小さな島国で貿易をするほど資源を持ち合わせていないことを理由にこれを断ろうとした。だが、ことはそう簡単に運ばなかった。ペリーは来航して10日ほどすると、王府の抵抗を押し切って、総勢200人余の兵隊や軍楽隊を率いて首里城を訪問した。国王は太后、国王の母の病気を理由に面会を避けたが、柔軟な対応を主張した至らしきらの計らいもあって、城内で王府側と交流することに成功した。ペリーはしばらく滞在した後、小笠原へ行き、父島に貯炭地を設けて那覇に戻ってきた。7月になるといよいよ幕府への開国要求の準備を整えて江戸に向けて出航した。192ページ右上に、那覇市歴史博物館が提供していますペリーの肖像画があります。さて、そして左下には那覇市泊、これ泊港のすぐそばにある、那覇市泊の外人墓地に建てられた、あります、ペリー提督上陸の地の記念碑です。注釈の位置を見てみましょう。ペリーの率いるアメリカ艦隊が那覇に入港すると、折から滞在中だったイギリスの宣教師ベッテルハイムは英国旗を打ち振って歓迎の意を表し、真っ先に機関を訪ねた。ペリーもベッテルハイムから多くの情報を得たとあります。さて、では193ページのアシャギを見たいと思います。琉球を経由して帰国したジョン万次郎、1827年から1898年。ジョン万次郎こと中浜万次郎は、1827年、土佐藩畑郡中浜村、現高知県土佐清水市の貧しい漁師のうちに生まれた。1841年、14歳の時に4人の仲間と共に漁に出て遭難し、無人島鳥島に漂着した。140日余の過酷な無人島生活の後、アメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号に救助された。船長のホイットフィールドは万次郎を気に入り、
ハワイで4人の仲間を降ろした後、そのままアメリカ本土へ連れ帰った。この時、船名にちなんだジョン万の愛称が付けられ、後にジョン万次郎と呼ばれるようになった。ホイットフィールド船長の養子となった万次郎は、アメリカの教育を受けた後、捕鯨船の乗組員になって働き、若くして副船長まで務めた。その時、米人の日本人艦が異国船を打ち払う残虐な人々と知って愕然とした。万次郎は日本も早く開国し、国際社会に認められるようにならなければいけないと考え、帰国を決意した。1850年の暮れ、ハワイに渡って伝蔵、五右衛門、一人は死亡、もう一人は残留と、上海行きの商船にボートを持ち込んで乗船した。そして翌年1月、沖縄島南部の大戸海岸に上陸したのである。万次郎らは琉球、豊見城の尾長で7ヶ月ほど保護された。その間の詳しいことはわからないが、地域の行事に参加するなど、住民と友好的な関係を持っていたと伝えられている。その時、万次郎らを世話した高安家は、現在でも中浜家と交流があるという。万次郎らは薩摩から長崎に送られ、18回に及ぶ尋問の後、無事に故郷の土佐藩へ帰ることが許された。家を出て12年も経っていた。1853年7月、ペリー艦隊が浦賀に来航し、日本に開国を求めた。幕府は翌年開島することを約束し、ひとまず日本を去らせた。そして急遽米国帰りの万次郎を呼び寄せ、中浜の姓を与えて旗本に取り立てた。幕府はそれほど米国の情報が欲しかったのである。万次郎は老中主座の阿部正弘に謁見してアメリカの事情を詳しく話し、彼らが日本に対して敵意を持っていないこと、その目的が我が国と信仰を結ぶためであることを伝えた。万次郎はスパイ疑惑で通訳から外されたが、安倍は開国の方向で交渉することを決め、1854年3月31日、日米和親条約を結んだのだった。その後、1858年に日米修好通商条約が結ばれ、万次郎が批准書交換の通訳、施設通訳としてアメリカへ派遣された。帰国後は英語の普及に努め、1869年には開成学校現東京大学の英語教師に抜擢された。ジョン万次郎がですね、この当時、琉球経由とはいえですね、無事に帰国して、土佐藩へ帰れたというのは、ある意味奇跡的なことですね。外国に漂流して戻ってきたという人は、まずは生きて戻れないっていうのがですね、通常だったようですので、当時の外国と、日本との関係を見ますと、時代は変わっていたのかなというふうに思います。で、現在ですね、このページの写真にありますジョン万次郎上陸の地と伝わる大戸海岸、これ糸満市なんですけど、ここにはですねジョン万次郎の、記念のですね、碑が建てられています。そこにですね、万次郎が尾長、豊見城市の尾長の高安家での様子とか、そういったものも分かりやすく表示されていますので、一度訪ねてみてはいかがでしょうか。さて、それではその次の194ページを読みたいと思います。ペリー艦隊への対応。1844年のフランス艦隊の来航以来、耐えることのない異国船の来航に備え、首里王府は独自の外交戦術を練っていた。それは琉球が産物に乏しく、貨幣も流通しない弱小国であることを強調し、相手の必要な食料や水、燃料を無償で与えて、早々と立ち去ってもらうことであった。ペリー艦隊の対応には架空の王府組織が作られた。現地対策本部として泊まり詰め、那覇詰めが置かれ、
ペリーとの交渉に当たらせた。彼らはペリー側の意見を聞くだけで何の決定権も持っておらず、その都度上司である地方官に伺いを立てた。そんなまだるっこい対応に対し、ペリー側が地方官への面会を求めると、日程調整に時間をかけようやく引き合わせるという方法を取った。そして地方官もまたその上司である府政官に伺いを立てなければならないと答え、のらりくらりと交渉を引き延ばした。またペリー艦隊からの食料の注文に対しても、貧困であることを理由に半分程度しか提供しなかった。こうして王府は時間を稼ぎながら対策を練り、ペリー艦隊を琉球から立ち去らせることに腐心した。結局琉米条約を結ぶことになったが、琉球は架空の王府を貫き通した。首里王府は なぜか堅くなに欧米諸国との交流を避けたのだろうか。それは欧米諸国との接触で日清両属的な王国体制が崩れることを恐れたからであった、まず注釈の2番です。ペリー側の記録にも、注文する食料の半分も供給してくれないのは貧困に見せかけるためだ、市場には食料が山ほどあると記されており、王府の意図を見抜かれていたことがわかる、3番、印鑑も琉球国の印ではない、下の架空の首里、架空の王府組織、4、沖縄県史ビジュアル版近世丸一ペリーがやってきた沖縄県教育委員会よりとありますが、このように、緑のところが国王がいて、摂氏がいて、三士官がいる、これが、本当の王府ですね。そしてここが、薩摩財閥とやり取りをしていると。で、真ん中の黄色い部分ですね、架空の王府、総理官のもとに府政官がいると、そしてさらに地方官がいるというような、図になってますけれども、この総理官とか府政官などはですね、実際にはいない役職であったわけです。さて、では195ページ、あしゃぎを読んでみましょう。米人とのトラブルをどのように解消したのか。ペリーは日本の開国に失敗した場合は琉球を占領する計画であった。そのこともあって、ペリー艦隊の一行は沖縄島の沿岸地帯や内陸部を詳細に調査していた。沖縄島南部の東海岸一帯では蒸気船の停泊地調査のため、玉城紛りの百名ミーバルを拠点に、久高島や知念あたりの入江の水深などを調査した。彼らはミーバルの浜でキャンプを張っていたが、地元住民としばしばトラブルを起こしていた。米人らは食料を確保するため、釣り船から魚を無理やり奪ったり、斧で脅して豚を買い取ったりしていたのである。さらに浜辺に置いてあったサバニーを壊して薪にするなど、傍若無人な行動で地元民を困らせていた。外国人との交流はもちろん、物品の販売を禁じられていたので、どうしても米人による強引な買い取り、強引な取引、押し買いになったのである。王府の役人は彼らの行動を監視してはいたものの、それに介入することはなく、報告書にまとめて評定書へ提出するだけであった。さすがの王府も玉城での米人の問題行動を看過するわけにはいかず、通詞通訳をつけて意思の疎通を図るよう方針を転換した。その後は米人の調査隊が立ち寄る地域では通詞を立ち合わせて地元民と交流させたので、トラブルは起こらなくなった。玉城での教訓が生かされたのである。相当ですね、無茶なことをしていた、ここに押し買いという言葉がありますけれども、彼らは食料を持ってきているわけではなくて、その現地調達をしていたと、しかもこの薪なども持っていないので、置いてあったサバニを解体して燃やしてしまうなど、地元民にとっては本当に泣きたいようなことをしていた。ただし、そういうことが繰り返されて、さすがに王府の方もようやくこれはまずいなということで、動いて、なんとかなったということですね。
このままずっとそういう状況が続いていれば、一体どうなったのかなと思います。さてその次を読みたいと思います。日本の開国と琉球、浦賀にペリー艦隊が姿を現すと江戸市中は騒然となった。幕府もオランダからの情報で予測はしていたものの、狼狽の色を隠すことはできなかった。ペリーはフィルモナ大統領の国書を提出して日本の開国を要求した。幕府ははっきりした対策を打ち出せないまま国書を受け取り、翌年に回答することで日本を去らせた。那覇に戻ったペリーは琉球に対し、1、貯炭地を設けさせること、2、乗組員に尾行をつけさせないこと、3、乗組員に必需品を自由に、売ることなど有無言わさず認めさせ、香港へ向かった。1854年1月、ペリーは日本の回答を得るため琉球を経由して軍艦7隻を率いて再び江戸へ向かった。幕府は強硬に条約締結を迫るアメリカの圧力に屈し、日米和親条約を結ぶことになった。条約の内容は、1、合衆国船舶が必要とする燃料や食料を提供すること、2、難破船や乗組員を救助すること、3、下田函館の2港を開くこと、4、合衆国に対し最恵国待遇を与えることなどであった。幕府はついでイギリス、ロシア、オランダとも同様の条約を結んだ。俗に言う太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も寝られずというふうに、歌われたペリーの浦賀来航ですね。そして、ここに面白いのは、尾行をつけさせないことっていうのがありますけれど、ベッテルハイムのところでこの前申し上げました通り、必ずですね、千種寺とか宇地区とかいう、平城のですね、巡査のような尾行が、ずっとついて歩いていたというふうに言われています。首里の山が、七山がと言われる、辺り、その辺りもですね、彼らの一行の調査があったようですけれど、役人、こういう下級役人ですけれども、これがずっとついて歩いていたというふうに言われています。で、注釈の4番ですね、日本が他の国と条約を結ぶ際、アメリカとの関係におけるよりも有利な内容の場合は自動的にアメリカにもその条約が適用されることを言う。これが最恵国待遇というものです。さて次のページです。196ページです。同年6月、日本の開国に成功したペリーは琉球とも米人の厚遇、必要物資や薪水の供給、難破船員の生命財産の保護、米人墓地の保護、水先案内の提供などを規定した琉米条約を結んだ。またオランダ、フランスとも同様の条約を締結した。さらに幕府は1858年に自由貿易や領事裁判権、治外法権、協定関税制などを含んだ日米修好通商条約に調印した。これは日本が自主的に改正することのできない不平等条約で、オランダ、イギリス、フランス、ロシアとも結んだ安政の5カ国条約。江戸幕府はこうして欧米諸国の圧力に押し切られ、200年余の鎖国政策に終わりを告げた。幕府は崩壊し、日本は近代国家形成への道のりを急ぐことになった。そしてその道のりには琉球王国の解体も内包されていた。左上にペリー提督の琉球首里城訪問ということで、この守礼門らしき門のところをですね、ペリー提督一行が訪ねている様子が絵になっています。注釈の5番ですね、一般に琉
琉米修好条約と訳されるが、米語ではコンパクト、between the United States and the Kingdom of Ryukyu となっており、直訳すると合衆国と琉球王国間の条約となる。漢文では琉球国米国条約書と記されているとあります。さて、アシャギを読んでみましょう。アメリカ水兵殺害事件はなぜ起こったのか。ペリー艦隊の水兵の中には、厳しく長い航海生活の反動のためか、琉球に上陸すると酒を求めて民家に押し入ったり、女性を見つけてはからかったりして住民の貧縮を買う者もいた。ある日3人の水兵が本船から小舟で那覇に上陸し、近くの民家から泡盛を奪って飲み干した。そのうちウィリアム・ボードという水兵は酔っ払って町中をさまよった挙句、またもや人家に押し入り、あろうことか旗織りをしていた老婆に乱暴を働いた。ところが今度はボードの方が騒ぎを聞いて駆けつけてきた住民に石を持って海岸まで追われ、ついには海に落ちて溺死してしまった。事件を知ったペリーは大層怒り、王府に対し真相究明と犯人の処罰を求めて、アメリカ側立ち会いの下で裁判を開かせた。その結果、主犯の鎌と氏は八重山へ一斉流刑、従犯の6人は宮古へ8年の流刑となった。しかし刑は執行されなかった。真相は別だったからだ。ペリーも琉球側の証言を疑ってはいたが、この事件を利用して琉米条約を結ぼうと考えていたので、深く追及することはなかった。再調査の結果、ボードは溺死したのではなく、石で頭を殴られて殺害されていたことが分かった。王府は真犯人の松永を八重山で15年の流刑、時氏ら共犯者を90日の寺入りの刑に処した。結局琉球は自国の裁判権を守り、米国は琉米条約を結ぶことができなかったので、米国は琉米条約を結ぶことができたので、この事件、ボード殺害事件は一件落着となったのである。この老婆というふうに記されていますけど、54歳のお水戸というですね、人だったと言われています。54歳でですね、老婆と言われるのは、当時だからですね。そして左下に、泊まりに建てられた、外人墓地というふうにありますが、これは写真に写っているのは、新しい部分ですね、ベトナム戦争以降の部分です。ウィリアム・ボードの墓は現在も残されていますけれども、他のですね、このペリーの時代のですね、亡くなった米人のお墓はその後、整備をされたりしていますけれども、ボードの墓だけはそのままにされています。ということはですね、実は、米国海軍にとってもですね、ボードの事件というのは非常に不名誉なことであるということを表しています。さて、では197ページに移ります。成明の公益構想。1851年、薩摩藩主となった島津成明は富国強兵策を率先して実行し、仏蘭貿易に強い関心を示した。1854年、幕府がペリーの圧力に抗しきれず、日米和親条約を結び、さらに1858年、日米修好通商条約を結んで、開国通商へと踏み出していく過程で、成明も琉球を拠点とした欧米諸国との貿易構想の具体化を急いだ。1857年、成明は腹心の一木城1828から1903年を琉球に使わし、王府高官に密命を伝えた。その内容は、1、琉球、大島、山川港でオランダ、フランスと貿易を行うこと、2、蒸気船を購入すること、3、英、米、仏の3国へ留学生を派遣すること、4、台湾に中国行きの港を確保することなどであった。
一木は計画を円滑に進める必要から、排外主義者で保守派の三士官ザキミエカタ1801年から1859年を退け、異国通事として活躍していた王安平鎮、牧師長忠を高官に抜擢するなど、王府の人事に対しても露骨な干渉をした。今までの外交政策と大幅に異なる方針に琉球側は困惑した。一木の執拗な説得に対し、蒸気船の購入などは承知したが、貿易や留学生派遣などについては薩摩との関係が秦国に知られることを理由に断りたいと回答した。しかし一木はこの問題は琉球一国のみならず日本全体の安岐にかかる重要なことであるとして一歩も譲らなかった。結局琉球はその要求を飲まざるを得なかった。1858年2月、留学生派遣、蒸気船購入、大島琉球での交易の3件について滞在中のフランス人宣教師と交渉を始めた。一木はトカラ島の医師イチラ・ペイチンと称して、通事の王安平鎮と共にまず琉球名義での蒸気船購入について交渉し、契約までこぎつけた。ところが全く予期せぬ事態で計画は頓挫した。成明が急死したため、その密命は全て中止せよとの急報が届いたのである。困り果てた一木らは、当時の一羅平鎮が落馬で死んだため契約を破棄したいと申し出た。幸いこれをフランス側が飲んだため、かろうじて急場をしのぐことができた。これによって王府内では保守派の巻き返しが起こり、ザキミ A 型を失脚させた角で牧師らが処分された。それ以後王府では政治に対する積極的な発言が敬遠され、事なかれ主義に陥っていった。注釈を見てみましょう。まず6番、日本に帰国するため琉球に上陸していた土佐の領民ジョン万次郎を呼び寄せ、様式造船や航海術などの技術を取り入れている。成明ですね。それから7番、その他福州の琉球間を拡大して商取引を盛んにすること、清国に旧式の大商法を売ることなどがあった。いろんなことを命じてきているわけですね。そして8番、三士官は選挙で選出されるが、最も得票の少なかった尾長英方がザキミ英方の後任に選ばれ、王府に動揺をもたらした。そうですね、まあ、ある意味の、まあ、民主的なと言いますかね、そういう選出方法が、ここでは奪われたわけですね。そして、9番、成明は琉球が薩摩に帰属していることを公然と示すべきであるとの考えを持ち始めていた。まあ、対中国関係ですねに関しても成明は、違った考えを持っていた。そして、10番、波の上に一羅ペイチンの墓まで建てたとあります。波の上ののは削除して、波上波上と書いて波の上と読むようにしたいと思います。でここでですね、まあ、後にも出てきますけど、この改革派の成明がですね、亡くなりまして、まあ、保守派が巻き返す、こういう事件のことをですね、製品崩れ成明のその名前をですね、そのまま音読みにして製品崩れというふうに呼びます。では次の、クローズアップ人物、牧師長忠のところを読みたいと思います。牧師長忠1818年から1862年、語学力で平氏身分から高官へ。牧師長忠は首里の中流士族のうちに生まれ、はじめ伊達式を名乗っていた。若い頃中国で学問を修め、帰国後は寄せ山英方兄や聖保から英語を学び、異国通事通訳として抜擢された。1844年のフランス船の来航や1853年のペリーの来航などで通事として活躍し出世した。ペリー提督らとのやり取りでは、中国語で話していた長忠が突然
Gentleman, do you man very small? American man not very small. I have read of America in books of Washington. Very good man. と英語で話し出して米人らをびっくりさせている。1846年に来留したイギリス人宣教師ベッテルハイムとの接触で英語力に磨きをかけたものと思われる。1854年のプチャーチン提督率いるロシア艦隊の来航では北京で知り合ったロシア人神父と出会い、旧友との再会を喜びながらも自らの立場が彼らとの交流を妨げることにあったことから複雑な思いに駆られるというエピソードもある。長中は彼らとも英語で話を交わした。こうした外観の時代に長中は通事としての才能を発揮し、回し紛りの地頭に任じられるなど異例の出世をした。長中の出世は薩摩藩主島津成明の取った富国強兵策と密接に関係していた。成明はフランス、オランダとの貿易を目論んでおり、これに消極的だったザキミエカタを三司官の座から失脚させ、長中を高官に取り立てるなど、王府の人事にも関与したからである。しかし、1858年に成明が急死すると、これまで抑えられていた反対勢力が巻き返しを図り、長中もザキミエカタの更迭と、その後、その後任人事で不正を働いた罪に問われ、三司官、オロク英方、物奉行、オンガ英方らと共に投獄された。牧師オンガ事件。1862年、牧師長中はその語学力を買われて、薩摩に身柄を引き取られたが、薩摩へ渡る途上、海に身を投じて自殺した。反対派に殺害されたとも言われている。激動する時代とともに生きた波乱に満ちた一生であった。11番の注釈ですね。1855年に通訳としての功績が認められ、読谷山紛りの大湾の地頭となり改正、1858年に回し紛りの地頭に転じて牧師と改正、どんどん出世していったんですね。そして12番、バチルホールらが来航した際、通事のメーデーラ某将の助手として共に英語を学んでいた。それから13番、牧師長中は市長主取りとなって表15人に名を連ねた。1851年には薩摩藩より金30両の保証金を与えられるなど、しばしば保証金を得ていた。成明の時代ですね、成明の、考えに沿った、薩摩のあり方、それに長中はですね、注目をされる人物であったわけです。しかし、時代にですね、少し、早かったということが言えるんでしょうね。成明が急死してしまうと彼らはですね、失脚をしてしまう。そしてさらに牧師はですね、薩摩にその語学力を買われて、連れて行かれるんですけれども、ここで失望して、自殺をしてしまうと、反対派に謀殺されたとも言われているわけです。もう30年ぐらいですね、彼が、遅く生まれていたら、時代の寵児になっていたかもしれません。さて、では199ページです。清国の衰退と太平天国の乱。ペリーの来航で日本国内が騒然としていた頃、中国ではキリスト教の影響を受けた光州禅1813年から64年が滅蛮高官を唱えて放棄し、理想国家の建設を目指す太平天国を樹立していた。太平天国の乱1851から64年。アヘン戦争でイギリスに敗れた清国では、南京条約の締結で安価な外国商品やアヘンの流入が増大し、農村の家内製手工業を圧迫した。相次ぐ天災と賠償金支払いのための重税は民衆の生活を苦しめ、失業者や
流民を急激に増加させた。各地で納税拒否の農民運動がしきりに起こり、治安が乱れた。広東省の八家のうちに生まれた広州禅は、上帝会という宗教結社を組織して信徒を集め、封建道徳である儒教を否定した。1851年、彼らは広西省で清朝打倒を掲げて蜂起し、太平天国と称した。太平天国の軍は勢力を拡大しながら北上し、1858年には南京を占領して首都に定めた。太平天国は男女の平等や財産の共有、租税の軽減、悪習の撤廃、対等外交などを唱え、新しい秩序を打ち立てようとした。もはや清朝の軍隊には太平天国の乱を鎮圧する力はなく、地主層や官僚層などが軍隊を組織してこれに対抗した。この内乱の様子は福州に滞在していた朝貢使節から琉球にも伝えられた。その報告書には使節団が行動を規制されたり、北京への途上ではおびただしい死体の山に出くわしたり、自らも危険な状況に追い込まれたことなどが記されていた。欧米列強は初め中立的な態度をとっていたが、アロー戦争1856年から60年による天津条約、北京条約に調印すると、上将軍を組織して明朝を支援した。太平天国も内部の統制が乱れて弱体化し、1864年には南京を攻略されて滅亡した。当初無名の俗軍と思われていた太平天国の運動は清朝の権威を大きく後退させるなど、近代中国における民族運動の原動力となった。その後欧米列強の矛先は日本に向けられ、1864年の英米仏乱による四国連合艦隊の下関砲撃事件は、日本の尊王攘夷運動、開国維新へと大きく転換させることになった。注釈を読んでみましょう。14番、1851年から1864年の14年間にわたって続き、その戦火で失われた犠牲者も膨大な数に上ると言われている。太平天国の乱ですね。そして15番、太平天国上帝会のことですね。キリスト教と中国固有の思想を調和させた、宗教結社から16番、悪習の撤廃ですね。アヘンの吸引、賭博、転職などの悪習、これはかなり、西洋的な合理性を持っていた考え方だったようです。そして17番、アロー戦争。イギリス船アロー号の乗組員である中国人の犯罪者を清国の官権が逮捕したことがきっかけで起こった戦争。中国へのさらなる市場拡大を狙っていたイギリスは、これを口実にフランスと共同出兵した第二次アヘン戦争ともいう。当時の清朝がですね、欧米列強に押し込まれていた様子、それがよくわかる戦争でした。では次の200ページ、歴史を探求する。ロバート・バウン号事件、中国人労働者はなぜ暴動を起こしたのか。石垣島の観光名所の一つに東尋馬がある。1852年3月、米国船ロバート・バウン号はアモイ港でクーリーと呼ばれる貧しい中国人労働者400人を乗せてカリフォルニアに向けて出航した。しばらくして船長や船員、イギリス人たちは中国人労働者を裸にして便髪を切り落とし、病気で動けない2人のクーリーを海に突き落とすという乱暴を働いた。これに怒った中国人たちは船長ら7人を殺害して船を奪い、台湾に進路を変えさせた。その途上、バウン号は石垣島佐喜枝近郊で座礁した。中国人380名と米人1人が石垣島に上陸し、蔵元から派遣された役人に保護されて仮小屋に収容された。衣服や食料を与えられ、
医者が呼び寄せられて病人の手当てがなされるなど、彼らは丁重に扱われた。そのうち座礁したバウン号は自力で離礁して船中にとどまっていた中国人を乗せてアモイへ引き返した。事件の通報を受けた米英領事はクーリーを捕らえるためにイギリス船2隻を石垣島に向かわせた。武装兵200人余りが上陸すると、米人は救出された中国人たちは山野に逃れた。クーリーの捕獲作戦は1週間続けられ、3人が銃殺され、30名余が捕らえられまたは自首した。中には自殺する者もいた。イギリス船の退去後、米国船サラトガ号がやってきて50人余のクーリーを捕まえた。捕獲を免れた中国人は再び蔵元に保護されたが、収容所の衛生状態が悪かったこともあり、病死や行方不明で生存者は172人まで減少していた。石垣島から事件の知らせを受けた首里王府は、清国に使者を派遣して保護した中国人の送還について指示を仰いだ。福建当局から石垣島から連行されたクーリーたちは裁判にかけられ、ある者は有罪、ある者は無罪となって釈放され、この事件は決着した。よって石垣島に保護されているクーリーの罪も不問に付すとの連絡があり、彼らを速やかに復讐へ護送することになった。1853年10月、こうして1年半の間、八重山の蔵元に保護された中国人労働者たちは王府の使者によって復讐へ送り届けられた。1971年昭和46年、石垣市は各地に埋葬されていた中国人犠牲者128人の号祀慰霊をするため、台湾政府と在留華人の支援を受けて現在の場所に東尋墓を建立した。ところで、なぜこのような悲惨な事件が起こったのだろうか。19世紀中頃、アメリカの領土は太平洋岸まで達し、カリフォルニアでは金鉱が発見されてゴールドダッシュでにぎわった。だが北米大陸横断鉄道の建設工事や奴隷解放運動が起こるなどして労働力不足を期待していた。そこで注目されたのがクーリーと呼ばれたインドの下級階層や清国の貧しい労働者だった。中国人の貧民にはクーリーの文字が当てられ、この時期に10万人以上がカリフォルニアに送られたという。1852年に石垣島で起こったロバート・バウン号でのクーリーの放棄は、このような国際情勢が背景となっており、中国のアモイではこの事件がきっかけとなって大規模なクーリー貿易に対する反対運動が起こっている。ただしこの時期、中国を出て行ったのはクーリーだけでなく、新天地を求めて旅立った知識階層の者もいた。この事件があった翌年、ペリーが日本の開国を求めて琉球に来航し、日本社会も国際化の波に飲み込まれることになる。注釈18番、西里紀行、ロバート・バウン号事件とその周辺、新末中流日関係史の研究参考、中18、翌年、上海でペリー艦隊と合流し、琉球へ来航した。王府、薩摩にとって石垣島に来襲した艦船の来航は脅威だったに違いない。20番、途中で海賊に襲撃され、中国に引き渡されたのは120名であった。もはや清国には海上の治安を維持する能力はなかった。21番、その背景には中国の人口増と太平天国による動乱があったと考えられている。このロバート・バウン号事件ですね、というのがですね、当時の清国の様子、それと欧米の列強、米国のですね、大変な経済力、それから武力、そういったものをですね、象徴している事件だったと思われます。さて、今日はここまでにしたいと思います。